シャーペンニュース232、シャーペンです。モンストニュースの翌日に今週読んだ情報をできるだけ丁寧にまとめていく動画でございます。まあ、6月最初のモンストニュースだったんですけれども、もう最初からエンジン全開ということで、何が発表されたのでしょうか。ニュース外で判明した情報を合わせてご覧ください。どうぞ。まずは大凶小凶重心が下位ということで、まあ水属性が来ないんですよね、結構長い間。まあそれ以外は順当な実装で、まあフルメンところがまた救済されたなという感じで、性能こちら。注目としては突如原用キラー L をもらってまして、まあメイを思い出しますね。ただそれ以外は順当強化といったところで、まあギミック対応一緒ですし、純粋に火力上がったなって感じなんですよね。でなんとこのキャラクター公認の今更暗視程で鉄製キャラクターになりまして、まさかのねモンストの公式の YouTube ショートでそんなこと言っていいんだと思いましたね。実際暗視程で結構環境あんま変わってなかったと思いまして、まあ、ずっとそこは軍悪が強い印象があるんですけども、まあ、そこで通常キャラクターで鉄製になったんで、まあ、確かにこの言ってるこの絶球トーナメントで助かるってのはわかるんですけども、まあ、ただ気になるのは闇属性のダメージライブロックのキャラクターでチェシャネコがいまして、まあ、チェシャネコも結構いいスペックしてるんですよね。まあ、今この2体と鬼滅コラボの忍さんとお菓子の魔女しかいないんでまだ逃走ですけど、もう1体ここになんかコラボで強いキャラクターでも入ってきたら、まあ、より怪しくなりますね。まあ、ということで一旦重心化解おめでとうございます。続きまして、期間限定イベント祝宴モンストブライダル3ということで、まあ、いつもだったら6月の後半イベントでの開催だったんですけども、前半に動いてきたってことで、まあこれは何かを意味してるのかって勘ぐっちゃいますけども、であと今回のモンストニュースからだと思うんですけども、まあブライダルイベントやりますって言ってドンって出たらこのシルエットだったんですよ、最初は。で1体ずつこのキャラクターだよって紹介方法になっておりまして、確かに誰がアルファになるかなっていうワクワク感はありますし、まあ、それがまあじわじわと分かっていくっていうのはすごい面白い発表方法だなと思いましたね。ということで性能見ていきましょう。まずはコーディレ作のアルファ、ギミック対応がウィンドウと減速壁だけっていうかなり低いんですけども、その代わりに、まあ、HP が 50% 以下になることによって友情火力がもう3倍になるっていう、基本的に友情ブーストの介護感ってぐらいの感じなんで、ここまで尖ってくれたらもう文句はないですね。でこれに加えてさらに超バランス型の倍率が乗っかる友情コンボはもうコピーでありまして、まあ、非属性のクエストで HP が低い状態だったら味方の友情コンボを高い火力で放すことができますね。でさらに低い HP を保つことによって超 SS ターンアクセルも発動しまして、まあ、8ターンから打てるオールアンチの効果で動きつつ、まあ、HP の消費もあるんで友情底力言える超 SS ターンアクセルの継続的な発動につなげられるということで、まあ、とりあえずも火ダメがでかい高難易度のクエストでメイン友情に強いものを持ってるキャラクターと組んだら、もうとりあえずも置いておくだけで高火力に期待できるというか、まあ、今のところは天満6なんですかね。で相方としては結局リムルなのか、まあ、回復とかソウルスティールあって HP 回復しちゃいますけども、まあ、状況に応じてって感じですし、まあ、何かしらのクエストブレイカーになる可能性はありそうですね。まあ、しかもこの火力だったらというか、まあ、今後もメインに強友情持ってるキャラクターが実装されるたびに、まあ、作のアルファと組んでいいんじゃねえかって話題に上がりそうなんで、実にアルファキャラクターらしい性能ですね。続きましてローレライアルファ、まあ、先に言っておくと早くもディク X の鉄製が増加しております。ディク X ではギミックの対応はもちろんのこと、まあ、毒が毎回結構まかれるんですけども、それを状態底力 EL で火力につなげられるっていう。ローレはちょっと捨てが低い分これで盛られてるんですかね。ただ同じくディク X 鉄製のサトルヌスは、まあ、状態上回復ブラストで毒を回復しちゃうんでちょっと相性が悪いですね。でそして SS がかなり特殊なブーストの効果でありまして、パーティーの中で最も攻撃とスピードの差が大きいキャラクター、まあそれこそハグレメタルとかが一番空いてるキャラクター筆頭候補だと思うんですけども、まあ、それに応じて触れた味方のブースト効果が変わっていくってものでありまして、さすがに青天井ではなく上限あるっぽいですけども、現段階ではまあ現実的な面で言うとオセロとの相性を考えているんではないかなと思います。友情コンボは両方とも無属性で、まあ高難易度で生かすものではないと思いますけども、まあ光るものがあるというか、まあ砲撃型のラウンドバーストで一撃の火力は高いですし、まあ白爆 EL の誘発性能も優秀ですね。ディク X の立ち位置としてはまあ最適クラスっていうとどうなんですかね。白金無益複数体とサトゥルネスとかで周回してる場合はもうちょっと入る隙があるのかって感じるんですけども、逆に持ってない場合はもう完全救世主で、まあ、オセロとかと組んで、まあ、やっていくのか、まあ、ちろんこれは実際に使ってみてから評価したいですけども、まあ、ただディク X だけにとどまらず、まあ、減速壁の対応もありますし、まあ、この特殊なブースト効果で友情コンボも魅力的ではあるんで、まあ、他の活用方法も後に生まれそうには思いますね。でそして今回革命的だったのはおそらくまあ運極にされるのを防止するために、まあ、大体1年以内に登場した、まあ、新しめのキャラクターがアルファになることが多かったんですけども、まあ、ロレといったのも昔から人気のキャラクターなんですけど、まあ、それがアルファになるっていうこの時代に、まあ、前例が生まれまして、まあ、とうとうもうすぐに運極されるっていうのが許されたんですかね。そして最後がアルセーヌアルファ、転送壁を含む4種のギミックに対応しておりまして、まあ、超 AGB と GB キラーで、まあ、重力主体のクエストに強く、まあ、さらにファーストキラーで火力を出しやすいですね。で砲撃型かつキラー効果のある友情コンボの注目は超強シャイニングピラーでありまして、まあ、これはテセウスとかで分かってますけども一撃の火力がでかいですね。でさらに SS は元のアルセーヌのファントムモード同様に自強化に加えてアイテムの成長&吸収っていう便利なものですね。この強力な超強シャイニングピラー生かしても低難易度で使うってこともできますけども、まあ、ただ最強まではいかなそうだなって、まあ、テセウスと違って誘発もできないですし、上位層だと思うんですけど、実は
優秀ならば直殴り方面ではないかっていう2種の汎用型キラーにこの高倍率の SS って感じなんで、でそれでこのギミック対応ですよ。まあ怪しいのは地雷転送壁の方面ですけども、ある性能を生かすんだったらもう重力は必要そうですし、もうなんなら3種ギミック路線、重力地雷転送壁で、まあ、オーデンタミツヨと一緒に、まあ、ちょっとこれまでのブライダルキャラクター見てるともガッチリハマるクエストが来るんじゃないかなとは思っちゃいますね。でさらにアルセーヌというと2021年の新春キャラクターでありまして、まあ今でもそろそろ卒業すると思うんですけども、2年以上長寿で狙えたんで、まあここも運極となってる人はある程度いそうだなっていう。確かにアルセーヌは新春イラストも長らく実装されてなかった、その代わりにまあアルファとして登場っていう、まあ今回やっぱキャラクターがそこ実装していいんだって感じで、まあこれからのアルファイベントのキャラクターも幅が広がったんではないかなと思います。まあ、以上3体が排出されるガチャが現在開催中なんですけども、今のところ当たりとしてはまあ明確な仕事で、しかもまあ直近豪雪で難易度も高かったリクエックス鉄製のロールでアルファが当たりではあるんですけども、やっぱり怖いのはアルセーヌアルファでして、過去2年のブライダルアルファキャラクターを振り返ってみると、まあ風神雷神アルファがアンフェアの最適性になる、フランクリンアルファは天魔の級の最適性になるというもので、まあこの流れが続いているんではないか、まあそれに見合ったスペックだと思いますし、まあ作のも怪しいですけどね。ただ現段階でも砲台役の手持ちが少なかったら優先して起用も可能なんで、まあアルセーヌアルファはかなり評価したいですね。まあただ今回全体的にスペックも高くて、まあ仕事があるキャラクターもしっかり存在しているんで、まああんま比較するのも野暮ですけども、4月に開催された学園アルファと比較すると性能面でかなり完成度の高いガチャに思えますね。個人的に思い出したのはモンストクリスマスの2021でありまして、まあ、マルタアルファ、シンノアルファ、ニュートンアルファっていう、まあスペック高いなってあの時感じたんですけども、まあ実際後から、まあ、マルタアルファ、ニュートンアルファ、天魔鉄製になるってもので、まあこれから仕事取ってくるかもなとは思いましたね。まあこれはあくまで予想ですけど、まあただしかし去年と一緒の流れだったらこれからまあ劇中の新限定とか、まあ、月末にはもしかしたら超獣コラボ、まあ2年前がそうですねが控えてる可能性があるんで、まあ一旦様子を見るためにやっぱりモンストニュースを待つって作戦、まあ、来週再来週のまあ2回分のモンストニュースが確認できるんで、まあ、やっぱり待つのは賢いですね。実際今週のキリンジも、まあ、我慢していたらこのイベントが確認できたんで、キリンジを引くかこっちを引くかって選択ができましたし、まあ、待つのは大事でございます。ということでガチャについてでした。で降臨キャラクターが激究極火の上で、究極がフラーシャ・ブライセーナで、性能判明しましてこちら。ブライセーナは重力、ウィンド、魔法陣、減速壁のまあ豊富な4種ギミック対応ってのが持ち味なんですかね。でフラーシャの方は転送壁対応に加えても重力魔法陣っていうまあ周回に邪魔なものに対応していて、激中貫通でトライアングルボムっていうまあ究極のキャラクターにしてはコスパがいい性能って感じなんですかね。でそして火の上での進化の方はまあ地雷、減速壁、魔法陣、まあ希少なとこではあるんですけども、まあ神化の方が注目なんですかね。まあギミック対応と毒友情で、まあチンギスさんの相方で、さらに白爆 EL と高いスピードでまあホロバとも相性がいいっていう、まあ運枠らしい性能ですかね。どっかの高難度でガッチリハマるってことはなそうですけども、まあ期間限定なのでとりあえず作っておきましょう。さらにお楽しみアイテムボックスが登場ということで、まあこれも最近のアルファイベントの恒例ですね。まあ、クエストを周回しているとついでにアイテムがもらえます。で排出されるアイテムの一覧はこんな感じです。まあ、全て獲得した場合の報酬は全員同じになります。でさらにこのアイテムボックスを20回開けるとストライカーカードもらえるんで、ついでに回収していきましょう。でさらに過去2年のブライダルガチャも復刻と、まあさすがに性能目当てでなく、まあ引きに行く場合はキャラクターが好きだから理由を推奨します。で降臨キャラなくても初期に復刻するんで、作り忘れがあったらこの際やっておきましょう。そして超究極サイが期間限定で降臨ということで、セイラム、パンデモニウムに続いて2回目の降臨となります。まあ、ちょっとこれはギミック判明したら詳しくまとめようかなと思ってるんで、ここはさらっといきますね。初降臨が来週土曜となる6月の10日の12時からで、超究極サイということで5つの属性のステージが登場します。まあ、ただ登場するギミックは全クエスト共通でありまして、これ前回のパンデモニウムのクエストなんですけども、ギミックは違うんですけども属性が違うことによって鉄製キャラクターはまるで違うものになっております。でさらに日替わりクリアボーナスをゲットということで、まあ、これ簡単に言ったらもう毎日日替わりボーナスがあるクエストをクリアしていったら、まあ、運極になるんですけども、まあ、それよりもっと早く終わらせたかったり、毎日クリアができなかったりする場合は周回して補っていくっていうシステムになっております。ということで降臨までまあ1週間以上ありますけども、ちょっとギミックとか判明次第また動画投稿するんで、情報をお待ちください。次回のラッキーモンスターをこちらできれば作っておきましょう。ということでブライダルイベントが6月の前半に動いてきまして、個人的にはちょっと超獣コラボの可能性が上がったんじゃないかなと思ったんですけども、まあ、モンドリ前ということでより一層警戒して楽しんでいきましょう。よかったらコメント欄か皆さんの気になった情報がありましたらどんどん書いていただけると嬉しいです。あと全チャンネル登録していただけると、こんな感じの動画投稿頑張っていくんで、よかったらシェアいただけるとモチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。これからもぜひではご視聴ありがとうございました。今更さよなら。